ハイオモシとは、タングステン酸とカルシウムとの塩を成分とした鉱物である。このため、タングステン酸塩鉱物に分類される。ハイオモシの英語名、シェーライトは、本校を研究したカールビルヘルムシェーレにちなむ。イオモシは、ペグマタイトやスカルン鉱床に賛する。紫外線が照射されると、ハイオモシは、青白い蛍光を発することで有名である。しかし、一部には、 傾向しないものも見られる。また、黄色の傾向を呈するものもある。パウエル石が含まれることが原因とされる。ハイオモシの化学組成はタングステン酸カルシウムであり、鉄オモシと共にタングステンの主要な鉱石鉱物として知られる。日本では山口県の木和田鉱山などで鉱石として採掘されていた。また、ハイオモシは耐久性が低いものの、 透明度の高い石は、甲塚が宝石として保存する場合も見られる。タングステン酸のカルシウム使用を人工的に合成し、無色透明のものをダイヤモンドのイミテーションとして使う場合があり、さらに着色に必要な金属元素を混ぜて他の宝石のイミテーションとして使う場合もある。参考までに屈折率は1.92から1.93程度であり、 複屈折量は0.01なのである。ABCDEF カリー・ホール・著、砂川一郎宝石の写真図鑑 P152 日本防具社1996年3月1日発行 ISBN4 から529026914松原総鉱物の不思議がわかる本整備堂、出版2006年12月20日 発行 ISBN4 から415035701カリーホール著砂川一郎宝石の写真図鑑 P72 本防具社1996年3月1日発行 ISBN4 から529026914ありがとうございます